This is a continuation of One Piece Pirate Warriors 4. Please enjoy! ぼちぼち時間だ。 来てるみたい。状況は最悪ね。だけど止めるわ。船でちゃんと学んだのよ。諦めの悪さなら。俺たちは反乱を煽っているバロックワークスを止める。ビビちゃんはどうにかして反乱を止めるんだ。 ありがとう、みんな。分かってると思うが、この戦場には例の変身野郎がいる。いつ仲間になりすましてビビの命を狙ってくるかもしれねえ。少しでも怪しいと思ったら仲間の印を確認するんだ。いいな。分かったわ。あの時のあれね。 一味がアラバスタに上陸する直前のこと。ゴーイングメリー号に謎の能力者が乗り込んでくる珍事件が起きた。兵隊が釣れた。彼は他人そっくりに変身できるマネマネの実の力を披露。ルフィたちは大いに盛り上がり、その正体を知らぬまま友情を育んだ。友情ってやつは付き合った時間とは 関係なしん。だが別れ際、彼がバロックワークスのエージェントミスター2であることが判明する。一味はマネマネの実の力にどう対抗するか方策を練った。印ならバツがいい。なあビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。左腕にバツ印をつけ、その上から包帯を巻く一味とビビ。 少しでも仲間が怪しいと感じたら、包帯を取ってその印を見せる。
そう決めたルフィたちは円陣を組んで左腕を突き出す。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。今クロコダイルとの決戦に臨むルフィたちの腕には揃って包帯が巻かれていた。ぼちぼち時間だ。一味が魔ロックワークスに先導されて戦いがどんどん広がってる。だけど止めるわ。まずは魔ロックワークスを倒しましょう。止めるわ。お姫様たちが来たの。諦めの悪い奴らだ。あの大砲を奪えりゃ俺が敵を一網打尽にしてやるのによ。数が多いな。こいつは苦労しそうだ。
ここに用はないはず。ミスターゼロ、行きましょう。そうだな。クソどもを見下すのも飽きてきたところだ。敵はまだまだいる。早く片付けるぞ。超命令始末させてもらうぞ。みんな死になさい。厄介そうな奴が来たじゃねえか。俺が相手する。仕方ねえ。もう片方は俺が引き受けた。
俺の名はサンジ、海の一流コックだ。この国に手を出すな。ここはアチシが守る。ヘラチョココックに苦戦なんて冗談じゃないわよ。こんなふざけた野郎にここまで手こずるとは。わかったわよ。マジクッドラー金層クッドラーキャレドラーお呆れたぜ。まだ息があんのか。あんたの勝ちよ。殺しなさい。どうせアチシは組織に消される運命。何をグズグズしてんのよ。さっさととどめよ。いい勝負だった。もうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ。ライバルとの友情の証アチシ、アチシ泣かない。じゃあな。あ、とどめは刺すのかよ。こっからマジお前の芸に付き合ってる暇はねえんだよ。やっ、今まではうまく逃げられてきましたが、ここで必ず捕らえます。しゃ、今はパクリ女に構ってる場合じゃねえってのに。この場所が欲しければ死を覚悟し。サン、トン、ソン、ソン。トゥルーソンソン。どうしろってんだ、腐ったれ。ウートンシャット。助かったぜ、ありがとうよ。スパの魅力は全身刃物に打撃残撃は効かん。なるほど、俺がお前に勝った。俺は鉄でも切れる男になってるってわけだ。何分もつか諦めて。俺は今まで剣士と名乗る者に傷一つつけられない。ふっ、えいっ。安らかに死ね。
とは俺に本当に鉄を切るほどの実力があるかどうかだ。刀一本、俺の技を受け切れるとは思えねえ。いいんだ、もう受けねえ。覚悟ありか。上等。一刀に居合い、シシソンソン。アトミックスパート。礼を言う。俺はまだまだ強くなれる。お前の過去は知らねえ。そういう思い出話はアルバムにでもしまっときな。Boom!
今日はバロックワークスと社長のクロコダイルなのよ。そんなだとしたら今全体目標をバロックワークスに変更して。抵抗しても無駄だ。どうせこの広場は4時半に吹き飛んじまう。お前ら見てえのもまとめて吹き飛ばすためにある場所からここを砲撃する予定なんだよ。あの男ならやってもおかしくない。砲撃手を探して砲撃を止めなきゃ。砲撃するなら高い位置からのはずだ。高い建物の近くに怪しい奴がいねえか探すぞ。行くわよ。悪いけど、サーの命令、念の危険を。何度も目にしてる。そういう場所だよ。消させてんじゃねえ。砲撃手はどこだ。砲台を置けるような場所を考えればわかるんじゃねえかと。
今すぐ砲撃手の場所を教えろ。ここから見える建物の中じゃねえかと。邪魔しないで、殺しかねないよ。怪しいぞ。思ったよりやるよ。今引いてある。ここが吹っ飛んじゃうんだ。早く攻撃手の場所を教えてくれよ。チッ、貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。攻撃されたらあなたたちも死ぬのよ。場所を教えて。階段を登らなきゃならねえ高いところだぜ。時間がねえ、急ぐぞ。
間に合わねえぞ。早く見つけねえと。どうしろってんだ。腐ったれ。助かったぜ。ありがとうよ。ロックワークスに先導されて戦いがどんどん広がってる。だけど止めるわ。まずはバロックワークスを倒しましょう。お姫さんたちが来たみたい。諦めの悪い奴らだ。あの大砲を奪えりゃ俺が敵を一網打尽にしてやるのによ。数が多いな。こいつは苦労しそうだ。の一味、包囲を開始してください。敵はまだまだいる。早く片付けるぞ。
で戦いの勢いが少しでも弱まれば。社長命令、始末させてもらうぞ。みんな死になさい。もうここに用はないはず。ミスターゼロ、行きましょう。そうだな。クソどもを見下すのも飽きてきたところだ。厄介そうな奴が来たじゃねえか。俺が相手する。仕方ねえ。もう片方は俺が引き受けた。なんて冗談じゃないわよ。こんなふざけた野郎にここまで手こずるとは。今まではうまく逃げられてきましたが、ここで必ず捕らえます。し、今はパクリ女に構ってる場合じゃねえってのに。パスパの目を全身刃物を打つ。なんとも打撃残撃は効かん。なるほど、俺がお前に勝つ。俺は鉄でも切れる男になっているってわけだ。なんとも諦めに行ってる。俺は今まで剣士と名乗る者に傷一つつけられたことはない。お前の過去は知らねえ。そういう思い出話はアルバムにでもしまっときな。
攻撃するなら高い位置からのはずだ。高い建物の近くに怪しい奴がいねえか探すぞ。悪いけど、サーの命令よ。念に念をと。おっと、攻撃士の場所を教えなさいよ。ち、貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。こいつ、まさか攻撃した？怪しい奴がいたぞ！こっちだ！おい、ここに怪しい奴がいるぞ！この広場を狙ってる砲撃士ってのはどこにいる？一番高い建物の上だって聞いたぞ。かけさせてんじゃねえ。砲撃士はどこだ。砲台を置けるような場所を考えればわかるんじゃねえかと。今すぐ砲撃士の場所を教えろ。ここから見える建物の中じゃねえかと。邪魔しないで。殺しかねないわ。攻撃されたらあなたたちも死ぬのよ。場所を教えて。階段を登らなきゃならねえ高いところだぜ。Boom!
急がねえと、ここが吹っ飛んじゃうんだ。早く砲撃手の場所を教えてくれよ。チッ、貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。そろそろ戻らないとまずそう。砲撃手はどこにいるの？答えて！一番高い建物の上だって聞いたぞ。あそこ以外考えられない。何度も見ていたはずなのに盲点だった。攻撃手は間違いなくあの時計台の中にいるわ。しろってんだ、腐ったれ。こいつがポーネグリフか、ニコ・ロビン。奇妙というか、なんというか。解読はできたのか？ええ。アラバスタのどこかに眠ってるはずの兵器、それを手に入れてこの地に最高の軍事国家を築く。そのために内乱を扇動し、国の乗っ取りを狙った。さあ読んでみせろ。世界最悪の軍事力、古代兵器プルトンはどこにある？記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？プルトンなんて言葉は一言も出てこなかった。そうか、残念だ。お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。フォーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る。そういう協定だった。しかし最後にお前は公約を破った。この国のポネグリフはプルトンの手がかりすら示さねえ。あなたがそういう行動に出るなら私にも考えがある。ワニはどこだ？ぶっ飛ばしてやるぞあいつ。
あの奥、ワニっぽいな。